熱したフライパンに水滴を垂らすと、垂らした水滴が蒸発せずにスルスルと熱いフライパンの上を走るライデンフロスト現象。雲の隙間からカーテンのように光が降り注ぐチンダル現象。世の中にはいろんな現象がありますが、ある現象を表す日本発祥の言葉が外国人たちの間で話題に。その現象は個人的にはよくあること。しかし世界的に見ればそれは人類共通の現象とはあまり認識されておらず、その現象が海外のネット上で話題になると自分だけのことではなかったのか、みんなそうだったの？という驚きの声とともに、人類共通のこの現象を表す言葉があったとは、日本だけがこの現象の言語化に成功したと盛り上がっていました。そこで今回は人類共通のある現象と日本発祥のその現象を表す言葉について私葵がお届けしていきます。最後までどうぞよろしくお願いいたします。この動画が少しでも良かったなと感じていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。それでは行きましょう。その世界的な現象は本にまつわる現象。それも一冊や二冊ではありません。大量の本が関係している現象なのです。その現象が起こるのは多くの場合書店。そしてその現象は人々の生理現象として現れます。書店で人々にトイレに行きたくなるということ。書店に行くとトイレに行きたくなる現象は日本では青木まりこ現象として広く知られています。この現象の名称は1985年に雑誌、本の雑誌に掲載された読者の投稿が由来。当時、一般人の青木まりこさんが書店に行くとトイレに行きたくなるという自身の体験を投稿し、それがこの現象の名前の元となりました。投稿自体は最初短く紹介されただけでしたが、同じ体験を持つ読者から多くの反響が寄せられ、次の号で特集が組まれることに。そして投稿者の名前を取って青木まりこ現象と名付けられ、広く知られるようになったのです。その後この現象は週刊誌やテレビでも取り上げられ、さらに多くの人々に知られるようになりました。そして近年、青木まりこ現象が海外でもそのまま英訳されて、マリコ・アオキ・フェノメノンと呼ばれ、取り上げられるようになると、外国人たちの間でも話題になり、多くのコメントが寄せられるようになったのです。早速、外国人たちからどんなコメントが寄せられたのか、ご紹介していきたいと思います。本屋へ行くとトイレに行きたくなるのは自分だけに起こることではなかったのか？こんな奇妙な現象が起こるのは自分だけだと思っていたよ。そうか。この現象を日本人は青木まりこ現象って名付けたのか。日本人は天才だ。日本だけがこの現象の言語化に成功したんだからね。彼女が本屋へ行くとトイレに行きたくなると投稿してくれたおかげで、この現象が自分だけではなく多くの人々に共通することだと知ることができた。彼女の行動に敬意を表する。僕がずっと経験してきた本屋へ行くとトイレに行きたくなるという現象は世界標準だったのか。しかも人類共通のこの現象を表す言葉があったとは驚きだよ。姉と本屋さんへ行くとトイレに行きたくなってしまう私たちって変な姉妹よねって笑ってたんだけど、私たちは変な姉妹ではなかったってことね。本に囲まれた場所で起こる現象だから図書館でも起こる。みんなそうだったの？この現象が私だけに起こっていることではないことに驚いたけれど、それ以上にこの現象にちゃんとした名前が付けられていることに驚いたわ。本屋で働いている身としては、この現象は確かに存在すると断言するよ。寄せられたコメントを見ると、世界中に青木まりこさんが大勢いることがわかりますね。では、青木まりこ現象はどうして起こるのでしょう？この現象が起こる理由についても、世界中から様々なコメントが寄せられています。外国人たちは何がきっかけで青木まりこ現象が起こると考えているのでしょうか？続けて青木まりこ現象が起こる原因について寄せられたコメントを見ていきましょう。本が好きな人にとって本屋や図書館はまさに楽園のような場所。好きなものに囲まれることで幸福感が増し、リラックスするからトイレに行きたくなるのではないかな。トイレで本を読む人は少なくないと思う。だから本を見るとトイレを連想してトイレに行きたくなるんだと思う。街中には多種多様な音が溢れているけど、本屋や図書館はとても静かだ。この静けさが心や体に影響を与えているのではないかな。静かな場所はリラックスできるから落ち着きを感じやすい。リラックスや落ち着きが原因ではなく、逆に緊張して落ち着かないためにトイレに行きたくなる人もいると思うな。僕の場合、大型書店や図書館に行くとまずトイレの場所を確認する。でもトイレから離れると急にトイレに行きたくなったら困るなと不安になり、そのせい
せいで本当にトイレに行きたくなってしまうんだ。私の場合、大型書店よりも小さな本屋にいるとトイレに行きたくなることが多いの。小さな本屋は通路が狭いでしょ。通路が狭いと両側の本が近くに迫ってくるような感覚があって、それが影響してトイレに行きたくなるのではないかと感じてる。確かにリラックスしている時よりも緊張している時の方がお腹がゴロゴロしたり、トイレに行く回数が増えたりすることってあるよね。僕はスタッフから立ち読みばかりしていないでさっさと本を買って帰れという強いメッセージが送られてきている気がするんだ。そのせいでトイレに行きたくなるのかも。本屋に置いてあるのは大量の本だよね。本屋に入るとトイレに行きたくなるのは本に関する何かが影響しているのではないかと感じているんだけどな。皆さん、自分の体験に基づいて書店に行くとトイレに行きたくなる理由をいろいろと考えているようですね。青木まりこ現象とは、書店に行くとトイレに行きたくなる現象を指します。これに関して過敏性腸症候群や不安神経症が関与しているという説もありますが、医学的に明確な疾患として認定されているわけではありません。それではなぜ書店や図書館でトイレに行きたくなる人が多いのでしょうか。考えられる要因には心理的な理由や緊張感、リラックス効果、そして本の匂いなど様々な説が存在します。まず心理的要因説では、過去に書店でトイレに行きたくなった経験があるとその記憶が無意識に残り、今回もまたトイレに行きたくなるのではと考え、書店に入った瞬間にトイレに行きたくなるというものです。特に敏感な人にこの現象が起こりやすいとされています。次にプレッシャー説では、書店は本を購入する場所でありトイレのための場所ではないという意識がプレッシャーとなり、逆にトイレに行きたくなるというものです。例えば重要な場面で緊張して言い間違いをしてしまうのと同じように、ここではトイレを使うべきではないという思いがかえってトイレに行きたくなる原因になるという考え方です。一方でリラックス説は、書店の静かな環境が人をリラックスさせることで副交感神経が働き、その結果腸の動きが活発化しトイレに行きたくなるというもの。書店の落ち着いた雰囲気が体をリラックスさせてトイレに行きたくなる感覚を高めるとされています。さらに匂い説では、本に使われている紙やインクの匂いが自律神経に影響を与え、それが消化器系に作用してトイレに行きたくなると考えられています。特に書店で使用されている棚や壁に使われる木材の化学物質の匂いが長時間の滞在中に無意識に体に影響を及ぼすことがあるそうです。この化学物質の影響については大学での実験でも検証されており、化学物質を投与されたマウスではトイレに行く回数が増加したという結果が報告されています。ところで寄せられた外国人たちの声の中には、書店や図書館以外の場所でも青木まりこ現象が起こるというコメントも。今後はそんなコメントを少し見ていきましょう。私は本屋では大丈夫だけれど、ホームセンターへ行くとこの現象に悩まされる。私もホームセンターだ。あの巨大で商品が押し寄せてくるような空間に立つとトイレに行きたくなる。私はスーパーマーケットへ買い物に行った時ね、荷物で重たくなったカートを押すと下腹部に力が入るからトイレに行きたくなるのかなと思っていたけれど、私は雑貨屋さんよ。好きな雑貨に囲まれているとトイレに行きたくなるの。私は文房具売り場。カラフルでキュートな文房具を見ている時、みんな建物の中なんだね。僕は小さい頃、山や森みたいな緑が多い屋外を歩いている時にこの現象が起きることが多かった。青木まりこ現象が起こる場所は美術館や図書館、あのシーンと静まり返った空間にいるとなぜかトイレに行きたくなるんだ。私は外出先から帰ってきた時、自宅近くまで来るとトイレに行きたくなるんだが、これも青木まりこ現象と呼べるのかな。書店や図書館以外では大量の商品が並ぶ大型店、大好きなものに囲まれているとき、安心したときに青木まりこ現象が起きているようですね。さて、青木まりこ現象は本屋へ行くとトイレに行きたくなるという読者の投稿から付けられた他の国の言葉には訳しがたい日本独自の呼び名ですが、世界にはある特定の行動に対して他の言語には訳しがたいその国独自の表現が存在しています。そんな独特な表現を最後にご紹介したいと思います。ドイツにはクーマスペイという単語がありますが、これは悲しみのベーコンという意味なんだそうです。悲しみのベーコンといっても失敗した料理という意味ではありません。嫌なことがあると人はやけ食いをすることがあります。失恋した時やけ食いをすることもあるでしょう。悲しみのベーコンとは、失恋してやけ食いをした結果増えてしまった体重のことを表す言葉なのです。
またドイツ語にはコフキノという単語があり、これは頭の中の映画館という意味。 SF、 時代劇、アクション、頭の中では自由な世界を描くことができます。頭の中の映画館とは、頭の中で描く自由な世界。そう、空想のことを表しているのです。そしてチェコにはプロズモニットという言葉があり、ベルを鳴らしてくださいという意味。これには電話をかけたのに相手が出る前に切るという意味があるのだとか、電話をかけたのに相手が出る前に切る。携帯電話がない時代の学生寮などではこの光景が日本でもよく見られたそうです。自分が電話代を払わなくてもいいように、寮の公衆電話から実家に電話をかけて家族が出る前に切る。すると家族はこれは電話してほしいという子供からのサインと理解し、寮に電話をかけるのです。携帯電話がないこの時代、恋人同士でも2回鳴らして電話を切ると決めておいて、家族が寝静まってからこっそり電話をかけ直すなんてこともあったそうです。プロズモニットは電話のベルを鳴らしておくので履歴を見て後でかけてきてくださいということを表していたんですね。世界には他の言葉には訳しがたい独自の意味を持った言葉があるものです。日本語以外の言葉には訳しがたい青木真理子現象。ある研究機関が日本の図書館で行った図書館や本屋でトイレに行きたくなったことがあるかというアンケート調査では、20代から60代の男女のおよそ 70% がはいと答えたそうです。青木真理子現象は世界で多くの人が経験しながら、こんなことが起こるのは自分だけだろうと思われていました。これは自分だけに起こることだろうと思っていたことが、実は多くの人に共通することだったということは案外あるのかもしれませんね。さて、今回の動画はいかがでしたでしょうか。青木真理子現象のように特定の場所や状況では大抵こうなるといった経験をお持ちの方は、ぜひ感想欄でお聞かせください。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。